はい、対戦よろしくお願いします。ということで、相手ヨシノリーダーですね。さあ、この HP 的にマタンな感じがしますね。さあ、やっていきましょう。手駒がちょっと良くはないですね。まあ、クリペンをじゃあ、捨てましょう。さあ、レムカが引けてるのはいいですね。ただ3枚以上なので、まあ、まだまだいけないかなという感じではありますが、さあ、相手最初多分ヨシノですよね。はい、最初は相手ヨシノ置いてきました。ダメージが痛いですね、これね。ここはアンダフィルナ置いちゃいましょうか。いや置きましょうかも。はい、いや本当はここで消費したくなかったんですが、これは文句しかないということで、で相手マデッキなので、まあ僕の嫌いなベルゼブブが出てくるんじゃないかなっていう気がして、ね、なんだこれ、これちょっと待って、これ嫌な予感しかしないぞ。これあれじゃない、これなんかダメージマス増やしてくやつじゃないか、これ。ちょっとそれは勘弁してもらいたいんだけど、ちょっと待って、これやばいんじゃないか。まあまあ落ち着いていきましょう。久しぶりに当たったぞ、こういう系のデッキ。まあ完全にそうだわ。やばい。一応珍しいですね、こんなデッキ使ってる人。結構久しぶりな気がしますね、こういうタイプの人は。どうしましょうかね、これ。なんか変な捉え方してるから盤面がわかんないんだよね、これ。4000のコンボつなげさせたくないよね。ただレムカ使えるけど、どうしようかな。イクシラから置く？そうしようか。はい。素晴らしいことにこれ全部自分用だからね。相手踏んでも何も起こんないっていうね。もうやめてよ、ほんとに。ちょっとこれまずいかな。まあ、まだ大丈夫でしょう。ただこっち HP が高いので、踏むとダメージがすごいんですよね、これ。嘘だろ、ちょっと待って、これもしかして、これ次のターン置くとか全部、おいダメージ持つじゃないかよ、全部ふざけんじゃないよ。これどうしようかな。こっちだよね。さあレムカ出していきましょう。さあダメージがいかほどなものかといったところですね。やっぱいいダメージ出しますよね、これね。かなり強いと思っているんですがね。さあコンボもね使えるので、相手がどっちを返してくる。動画的にはレムカのコンボを使ってるところをね見せたいんですけど、まあですよね。まあですよねって感じだ。これはエディターのプティが釣られたか。どうしようかな。まあ、こっち行こうか。はい。あ、待って、ここに来てダメージマスが効いてるな、ちょっと。やべえ。まあ、ただまだ HP こっちが勝ってるし、まあ大丈夫でしょうね。いい気がする。やるわ。テンパロックすごい。そしてダメージマス増やされる。次はペンギンが出ていくか。どうしようかな、これ。強くね、ちょっと。どうしようかな。まあ、ここに置きましょう。痛えよ、ダメージ。待って。やばいだろ。なんか相手、割と HP 減ってないのに、あえて。ちょっと待って。さあ、何を置いて。はい、全部じゃん。ちょっと待って。HP あと9000しかないんだけど、アラジン置く？アラジンの方がいいよね。うわ、ちょっと待って、まあ、ダブルコンボ しようか。これ相手あと1万6000なんじゃん。なんだよこれ。
割とダメージ取るの？次で倒せるじゃない？いや、無理か。これダメージがどんだけいくかだよ、次で。うわ。なんだそいつ。なんだ？なんだこれ。なんなんだよ。あ、バイスで飛ばそうか。いけるよね。いける？行くしかないだろう。うん、どうしようかな。こっちで。どうだ？どうだどうだ？我が命が奏でる。お願いよね。よっしゃ、これ勝った。よっしゃ。いや、危なかったわ、これ。下手さん、ありがとうございました。分かった。いる。さあ、対戦していきましょう。おっと、これはまずいぞ。竜パカ。うわ、やばい。こういうね、速攻系だとね、このデッキ結構弱いところあるからね。そして、ニューアルムクがいないっていうね。あいつメインなのにさ、使えなきゃ意味ないからね。これは、どうしようか。一応乗せようかな。対戦動画。これどうしようかな。これ、ボツの可能性あるかな、これな。まあ、結果的に乗せるかもしれないですね。はい。ただ、イクシラが引けているので、まあ、ダメージは、結構これで出るかなと。これはどっちを来そうかな。どうしようか。最大2倍出る方を消した方がいいよね、これ。まあ、ペンギン行きましょうか。まだなんか勝てそうな気がしないな。勝てそうな気がしないんだが、あれで勝てそうな気がしないな。あ、そっちを行ってくる。防御嫌ってるね。メイティスにお任せなのです。じゃあ、あ、メイティスを行きましょうか。大変にね、メイティス D6 に置いて、メインのさ、レムカを引きたいんだけど、来ないね、全然。おっと。どうしようかな。あ、結構 HP 減ってきてるな。やばいな、これ。一旦イクシラ行こうか。一旦こっち行こう。そうだよね。こっち行こう。おー、結構いいダメージだよね。さあ、あとはレムカ引ければ、動画としてはかなりいい出来になるが、そういった強い。うわ。でもこれ S5 も引かれたらやばいな、これ。お前じゃない、お前を呼びではない。どうしようかな。まあ、まだじゃいかない。まあ、ただ勝てそうではあるかな。トイレとか来なければ。うわ、テクノパーリーしてるじゃん、相手。待って、これね、割と危なかったな、これ。最後も来ない。まあ、まあ、いっか。まあ、これはいいとしましょう。とりあえず、よし、しようかな、あれ。これでも結構ダメージが。はい、ありがとうございました。